どうですか今の心境は。いや緊張してますね。いやでも、うん、強いやつとやりたいですね。緊張してます、ね、緊張してる。でもやるだけなんです。まあ、緊張するけど、やっぱ気持ちで負けちゃダメだと思ったら、やっぱり勝つ気でいきます。いや相手はね、強豪だと思いますし、そんな逆境を跳ね返してこう見せてくれるミラクル競争に期待をしたいなという、そんな気持ちで私は全力で応援したいと思います。この3人になれてくれると思います。てっぺん取るぞ。うわーやばい。これはサスケに青春のすべてを捧げた高校生たちの物語。苦しい家庭を見て落ちてしまった。わずか1校のみに与えられる本選出場権が奇跡のドラマを生む。ナイスだよお前。サスケ、サスケ甲子園、12月3日日曜夜7時。